ルービックキューブ、ルービックキューブは、ハンガリーの建築学者ルビクエルネー、エルノー・ルービックが考案した立体パズル。ルービックキューブの愛好家は日本では、キュービスト、日本国外では、キューバーと呼ばれる。なお、ルービックキューブは、メガハウスの登録商標であり、ルービックエースは、ルービックスブランド社、イギリスの登録商標である。 各面は33イコール9個の色のついた正方形で構成されているが、立方体全体を見ると、頂点にあるコーナーキューブ8個、辺にあるエッジキューブ12個、各面の中央にあるセンターキューブ6個で構成れているのがわかる。これらのキューブを、各列、行ごとに自由に回転させることができる。回転に伴い、コーナーキューブやエッジキューブ、サブキューブとも言う 場所が移動するが、センターキューブは回転するだけで移動しないところが、ポイントである。後に出た、上位版のルービックリベンジでは、各面が4-4に分割されており、センターキューブ自体も他の面に移動できてしまうた、難易度は高くなる。オフィシャルのバリエーションでは他に、各面が5号に分割されている、プロフェッサーキューブや2号に分割されている、ポケットキューブがある。センターキューブに、 絵や文字が入り、向きや並び、リベンジ以上の場合を揃える必要があるものもある。なお、センターキューブ、エッジキューブ、コーナーキューブは、それぞれ一面体、二面体、三面体と呼ばれることも、ある。遊び方は、キューブを回して、色をバラバラに崩し、それを再度揃えるだけというシンプルなもの。ルービックキューブの世界標準配色は、白を手前に見ると、奥が黄色。 そして側面が時計回りに青、赤、緑、大々色となっている。しかし、日本国内で正式にライセンスを受けて、販売されているメガウス製の旧品では、世界標準配色の木と青が入れ替わっている、日本配色だった。なお、メガハウスから2013年に発売された、ルービックキューブバージョン2.0では、配色が世界標準のものに是正されている。ルービックキューブは、 基本的に分解可能であり、分解してからまた組み立てれば、パズルが苦手な人でも6面を完成させられる。最近では、分解がほぼ不可能なものもある。このような機構のパズルの中には、上記のルービックリベンジ、プロフェッサーキューブ、ポケットキューブ、V キューブ6、V キューブ7等の立方体のバリエーション以外にも、正4面体のピラミンクや正12面体のメガミンクス等もある。 また、形状は、立方体だが立方体の角が回転する、スキューブなどもある。小八面体や正二重面体のものもある。正多面体以外の形状のものとしては、八角柱や立方八面体の形状のものもある。2006年に発表された、フロッピーキューブは、133の直方体の形状をしている。この作品は、国際パズルパーティーのコンペティションで入賞している。 またに2の分割系ではキャラクターを模したものもあり、ハローキティを頭部と胴体部の間、全身の前後の間で分割しているものや、ガンダムの頭部を分割したものなどがある。ルービックキューブに貯金箱の機能を備えた、ルービックキューブバンクも登場している。なお、投入したコインの取り出しには、取り出し口のついた面のみを揃えればよい。ルービックキューブは、ハンガリーの建築学者で、 ブタペスト工科大学教授だったエルノー・ルービックが1974年に考案した。ルービック社公式サイトの説明によれば、彼は三次元機科学を説明するための動くモデルを求め、ドナウ川の流動を見て発明のヒントを得たという。最初のキューブの原型は木製の立方体であった同サイトのルービックシストーリーで見られる。ルービックはマジックキューブ。 魔法の立方体という名前で特許を取得し、1977年にハンガリーの玩具製造会社ポリテクニカから最初のキューブが発売され、その後アメリカのメーカーであるアイデアルトイ社が販売権を獲得し、マジックキューブは発明者の名前を冠したルービックキューブの名前で世界的に発売された。日本では1980年7月25日に、 つくだオリジナルから発売された。同年の6月には、朝日新聞ですでに、ルービックキューブのことが数学者に注目される、パズルとして紹介されており、1980年から1981年には、日本中で、ルービックキューブが大ブームとなった。つくだオリジナルの代表取締役だった、枠井武氏によると、ニューヨークのトイショーで見て15万個の販売権を1億円で、得した。 伊勢丹新宿店のアダルトホビー部門の担当者からパズルゲーム商品の要望を聞いていたことがその背景にあった。価格を1480円で想定したところ、その担当者から2000円ぐらいでも売れると言われて1980円にしたという。朝日新聞の記事に対しては読者からどこで売っているのかという反響があり、最終的にくだオリジナルに確認。 発売日の問い合わせがされてそれが記事となった。この記事は商品の関心を高める点で効果的だったと枠井は述べている。枠井は年内に2度訪米して追加発注の交渉を行ったという。1981年2月には海賊版が出回る事態まで発生している。日本では正規品だけでも発売から8ヶ月の間に400万個以上という売り出を記録した。 1981年1月31日には帝国ホテルで第1回全日本キュービスト大会が開催されて400人の参加者が集まった。6歳から68歳までと幅広い年齢層の愛好家が参加し、6面完成までの時間を競い合った。この大会での優勝記録は当時16歳の高校生が記録した2分37秒3回の合計となっている。 優勝者には商品として自動車が新呈された。つくだオリジナルでは1981年のゴールデンウィークに向けて30万個の追加発注をしたが、機動戦士、ガンダム、ガンプラのブームが訪れたことで売れ行きは急減した。残った大量の在庫は翌年のつくだの福袋に入れたほか、少しずつ売れ続けたことで10年かけて処理できたという。 その後もルービックキューブは売れ続けており、世界ではこれまで約3億5千万個が販売されている。日本では6面完成をさせたものに対して認定証が送られるシステムがある。もともとは発売元のくだオリジナルが認定していたが、現在では親会社、くだの経営不振のためメガハウスが行っている。二千五年九月までに二万人以上が認定されて、 おり、その中には、タレントの萩本金一も含まれる。公式の競技ルールは、世界キューブ協会、和歌によって、毎年アナウンスされる。和歌に認められる、公式大会は、世界中で行われており、日本では、日本ルービックキューブ協会、JAKA によって開される。また、世界大会も2年に1度10月頃に行われており、世界中のキュービストが集まる。 2007年の世界大会は10月5日から7日に、ハンガリーのブダペストで行われ、メインイベント、3X3X3 キューブ5回の平均で、優勝と3位は、日本人選手だった。また、優勝賞金は5000ユーロだった。公式に認められている種目と認められている競技方法は、以下の通りである。ただし、罰の種目は認められていない。太字で示したものは、 種目の決勝で行われることを推奨されるものである。ベストとは一定数計測した中で最も速い記録であり、3回の平均は3回計測した平均の記録である。5回の平均は5回計測した中で最も速い記録と最も遅い記録を除いた3回の平均を競うものである。片手や足だけを使ってキューブを解く特殊な競技も行われている。 これらは通常より離れ技的要素を強くした競技である。目隠しで行う競技は、まずキューブの状態を見て記憶し、その後目隠しをして、これを解くものである。見て記憶し始め、完全にパズルを解くまでの時間が競技者の記録となる。揃えるのに失敗したらその試技は失格となり、記録は残らない。また、2個以上のキューブの状態を同時に記憶し、 目隠しをしたまま解く競技もある。この競技はタイムの他に揃えるのに成功した数を呼び失敗した数も記録となり成功した数から失敗した数を引いた数が大きい方がタイムに関係なく上位となるためタイムを競うというよりはキューブの個数を競う要素が強い。そのためこの競技は 制限時間を設けることが義務付けられており、競技者がタイマーを止める前に制限時間に達した場合はその時点での成功数と失敗数及び制限時間いっぱいのタイムが記録とな。なお、制限時間は申請した数が6個以下の場合は、申請したキューブの数10分だが、6個以上の場合は、一律60分である。最小手順競技のルールは独特である。 競技者にはキューブを回す、ある手順を示した紙が渡される。そして、競技者は、60分の時間制限の中で、それを元に戻す手順のうち、できるだけ手数の少ないものを見つけるのである。競技者は、支給される紙、ペン、持参する3つのキューブ、及び、枚数無制限のステッカーを使うことができる。2012年12月末まで、 ルービックマジックとマスターマジックが公式競技として認定されていたが2013年のルール改正により非公式競技となった。詳細はルービックキューブの記録一覧を参照。ルービックキューブを解くまでの時間の速さを競うことをスピードキュービングまたはスピードキューブと呼ぶ。1回計測するだけでは誤差が大きいため5回計測して その中から最も早かった回と最も遅かった回を除外した3回の時間の平均を用いることが多い。ルービックキューブの解放には、過去にルービックキューブに付属していた解放者の解放である、筑田式や CF、コーナーズファーストなどがあるが、スピードキュービングで用いられている最もポピュラーな解放は、LBL、画想バイ画像で、またのシエ c f ッ p クロス f 2 l l PLL と呼ばれるものである。これは基本的にキューブの各層を下から順に揃えていく方法である。といっている過程が分かりやすく短時間で揃えることができる。LBL 法や CF 法といった解法では大量のパターンを暗記しなければならないため、パターンを解説するために回転記号というものが使われている。キューブの6つの面を全面、フロント、 背面、バック、右面、ライト、左面、レフト、上面、アップ、下面、ダウンと名付け、それぞれの面を時計回りに90度回転させることを FBRL 度と書き表す。またそれぞれの面を半時計回りに90度回転させることを FBRLUD180 度回転させることを F2B2R2L2U2D2 と書き表す。 180度回転させる場合は時計回りでも、半時計回りでも同じである。また、2層回転させる際は、FW、BW、RW、LW、UW、DW と記される。半時計回りは先ほどと同様の記号をつけるだけ。中段の回転には SME といった記号が用いられる。早く特にはキューブを素早く回さなければならないため、シリコンスプレーや、 ホワイトグリスを使用して回しやすくする人も多い。また、キューブを短時間で回転させるため、以下のように様々なテクニックが考案されている。このような動きをすることからパズルというよりは、スポーツ競技だと取られることが多い。メガハウスからは、スピードキュービングキットが発売されている。キットには、通常のルービックキューブの他に、台座、ドライバー、プラスとマイナス各一本。 LBL 式の攻略指南書、ワッスがセットになっている。キューブを分解して、センターキューブを外し、ドライバーでネジを回すことによって回転しやすさを調整することができる。一方で、ルービックキューブは数学的にも興味深い対象であるにもかかわらず、早ほどきに関する部分のみが取り上げられることには批判もある。例えば、吉川原信幸も苦言を呈している。 ルービックキューブを使って各面に様々な模様を作ることをパターンキューブという。各面に H, T, O, プラスといった文字や記号の模様を作ったり、小さいキューブが大きいキューブの中に入っているような模様にしたりできる。大きいキューブの中に222のキューブが入っているように見えるものをキューブインキューブといい、111のキューブが入っているように見えるものを ミニキューブインキューブという大きいキューブの中にミニニのキューブが入っていてそのキューブの中に111のキューブが入っているように見える見え構造になっているのを2つの輪やキューブインキューブインキューブなどという他にも各面の真ん中センターキューブだけを変えたものをヘソキューブや中抜きチェック柄にしたものをチェッカーキューブというルービックキューブの動作原理についての特許を エルノール・ルービック以外にも取得している人がいる。ルービックが取得した特許は、アメリカでは、ラリー・ニコルスが取得したのは、であり、1986年、アイデアル・トイ社、アメリカでの発売元に対する訴訟に勝訴している。イギリスでは、フランク・フォックスが、以下の特許を取得した。日本では、石毛・ショービンが特許を得た。これらは、平成11年特許法改正により、 内外国コーチ、世界コーチが要求される前のため、長期のようなハンガリーや米国、英国での特許にかかわらず、日本でコーチとなっていなかった本技術は特許性が認められた。ルービックキューブは数学の一分野である軍論と関連が深く、論文も発表されている。ルービックキューブを一旦分解して組み立て直したときに、 考えられる色の配置の総数を求めると、まず、コーナーキューブの位置が8通り、向きが3通り、エッジキューブの位置が12通り、向きが2通り、これらをすべて掛け合わせて、8、3、12、2通りとなる。しかし、実際には、完全に揃った状態のキューブに回転操作を施すだけではこれだけの組み合わせは実現できない。 以上の3つの条件から完全に揃った状態のキューブに回転操作を施してできる、組み合わせの総数は前日の値を223で割ったものとなる。すなわち、このパズルで考えられる配置は、8、3、12、2, 2、223イコール4、325系に、0030002 00 00,、744億8、985万6。 零零零通りである。いかなる状態でも、最多でも手で各面が揃った状態に戻せるという数のことを、神の数字、ゴッド S ナンバーと呼ぶ。長い間研究対象とされてきたが、2010年7月、モーリー・デビットソンを中心とするグループの発表によって終止符が打たれた。ルービックキューブの最初の回し方は18通りであり、2手目以降は15通り。 同じ面を続けて回さないためである。このことから、N テ目の可能な配置の上限は1815通りで、ある。18プラス1815、プラス1815前、配置18、18プラス1815、プラス1815、より、17手以上かかる配置が存在することがわかる。対面を回転させる手順は、手順前後が可能であることを考慮すると、この加減は18手となる。 その後しばらくは手数の更新がなかったが、スーパーフリップと呼ばれる配置、すべてのエッジビースが正しい位置にありかつ、反転しているような配置からの復元は難しいと予想されていた。1992年にディック・ティー・ウィンター、ディック・ティー・ウィンターはスーパーフリップからの復元が20手でできることを確認した。1995年にマイケル・レード、マイケル・ードは この配置からの復元に20手かかることを示した手順の一例、u r 2 f、BR、b r b 2 r u に l b 2 r u d r 2 f r l b 2 u 2 f 2に半回転を2手として数えると、スーパーフリップは24手かかる。この手順は1995年にレードによって発見され、ジェリー・ブライアン、ジェリー・ブライアンによって最小手数と証明された。 1998年には26手かかる配置が確認されている。神の数字の上限に対する最初期の成果として、猛演死する数とによるアルゴリズムが挙げられる。これは1981年にダグラス・ホフスタッターによってサイエンティフィック・アリカン氏に発表された。このアルゴリズムによって52手という上限が示されている。 1992年にヘルベルト・コシエンバはシスル・スウエイトのアルゴリズムを改良し、1995年にレードはこのアルゴリズムを使用して29手という数字を示した。半回転を2手として数えると42手になる。2005年にシルビ・ラズは上限を28手、半回転を2手とすると40手に下げた。翌2006年には ラズ自身によってこの数値は27手、半回転を2手とすると35手に改良されている。2007年にノースイースタン大学の博士ジーン・コッパーマンラは26手であると発表した。この時、すべての配置が26回の半回転で復元できることも確認された。2008年3月、スタンフォード大学で数学の研究助手を務めるトマス・ロキッキは、 25手であることを示し、さらに2008年4月には23手、2008年8月には22手にまで記録を縮めた。2010年7月、モーリー・デビットソンを中心とするグループによって20手であることが示された。上述のスーパーフリップの件と合わせて、これが真の神の数字と証明されたことになる。余談だが、 このグループのメンバーには上実のトマスロキッキも含まれている。もう参照、本製品の開発者のルビクは初来日当時、長磁空用剤マクロスに登場する VF-1 バルキリーのアイテムの変形に、河森マッサハル立ち合いのもと挑みながら、脚部変形移行ができず頓挫したことがある。そのため、当時、バルキリーの売り文句の一つとして、 ルービックキューブより難しいバルキリーの変形とまで言われている。それくらいルービックキューブが変形機構の成功性の基準扱いされている。2010年7月15日に東京おもちゃショーでお披露目された東京都町田市立山崎小学校の生徒約800人によってルービックキューブ9071個で作り上げた全長11メートルのモザイクアートが ギーネス世界記に認定された。これはこれまでのトロントのアーティスト5人が4050個で作った最後の晩餐を上回る記録となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。